ンポン。ASMR なんやこれ。検索クエリでゲーム実況の次あたりに出てくるこいつはなんや。ボイスロイドといえば ASMR。 うわなんか出た ASMR。 だからそれはなんやねん。 ASMR とはある刺激がトリガーになって起こる頭皮や首肩にかけてのゾクゾクする感じや心地よい現象のことです。はあ、耳かきボイスとかそんな感じのイメージか。その通り。はあ、なんかピンとこんな。では実際のやつ聞きます。お、じゃあお願いするわ。はい、では ASMR どうぞ。元気ですか？うるせえ！お前どこが心地よいんじゃボケ。ただただうるせえんだよ。すみません、間違えて猪木のモノマネ収録した時のやつ流しちゃいました。何を収録しとんねんバカか。あ、これこれこれでした。たく頼むで。まったく。いきますよ。何これ。お父さんのヒゲ剃り音。なんでや。泣きの一回。泣かなくてええからまともなやつ頼む。いきますよ。なんでやねん。なんでやねん。音源なくしちゃいました。なんでやねん。じゃあこれから収録しましょう。え、まあええけど。じゃあいきますよ。せーの。元気ですか？うるせえ！ピンポン。サウンドエフェクトプリーズ。はい、これから皆さんが聞き覚えのあるであろうサウンドエフェクトを流します。それが何の音なのかを当てるゲームです。なんや面白そうやな。よっしゃやったる。では1問目いきますよ。YouTube でよく聞くやつやな。答えは鐘の音や。ふっふー。答えは、効果音ラボ様の肝試し、お化け屋敷カテゴリーにある、魔の時計塔でした。細かすぎ。ハイフサイトまでわかるか。ライフサポートでカルタ。言ってねえよ。ライフサポートでカルタっていう字面の意味がわかんねえよ。オッケーオッケー。じゃあ、ハイフサイトはなしで行きましょう。頼むでほんま。では第2問。行きますよ。たく。何言わずに。待て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 。はいはい、じゃねえよ。なんでいきなり百人一首の歌が流れてくんだよ。意味わかんねえだろうが。カルタって聞いたらやりたくなって。自由気ままか。では第3問いきますよ。ほんまに大丈夫かいな。おう。いやいや、何の音と言われてもこんなん男声でおうって言ってるとしか答えようが。正解です。合ってるみたい。もうええわ。ピンポン。昔昔あるところに。はい、なんやねん急に。昔昔あるところに。分かった聞くから泣くなアホ。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。はい、よく見たらどちらもおじいさんでした。なんでやねん。おじいさんは髪が長く胸も膨らんでいました。よく見たらやっぱりおばあさんでした。お前間違えすぎやろ。ちゃんと見ろ。おばあさんは川へ洗濯に、おじいさんはめまい稲抜きに行きました。稲抜くんじゃねえよ。ただのやべえやつじゃねえか。稲刈りやろ。するとどうでしょう。なんと山の山頂から桃が転がってきます。山から？大丈夫かいな。問題ございません。おじいさんは桃を華麗に避けました。避けんな。勢いよく転がってきた桃は山の木へ激突。その衝撃でばっくりと割れてしまいました。ふむ。すると中からダンシングマイケルが。いや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 。はいはい、じゃねえんだよ。なんでマイケルが桃から出てくんねん。逆に考えてマイケルから桃が出てくるじゃダメですか。ダメだろ。問答無用にダメだろ。てかなんでこいつずっと踊ってんねん。いや、ダンシングマイケルですし。そんなさも当然のように言われましても。てかさっきから後ろでレベル上がってんだよ。ナイフ振り上げてるやん。レベル3だろあれ。あ、受ける。うるせえ。で、おじいさんの方行っとるで。おじいさん逃げてえ。あ、やっぱりこっちにしますね。にゃあ！オッケー、ナイスマイケル。ピンポン。ネプリーグ。やめろやー。冒頭からかっ飛ばしてくのやめてくれませんかね。ネプリーグやりたい。はい、あの小文字のやつ。小文字。あ、小文字の穴埋め問題を5人でやるやつな。どうでもいいけど、その喋り方アホっぽいからやめた方がええな。問題出して。しゃあないな。じゃあ行くで。第1問。日本列島とアジア大陸に囲まれた海域は何でしょう。割と簡単やろ。できた。はいはい、ほら視聴者さんの爪んとちゃっちゃと行くで。では回答オープン。初心者かおめえは。逆さまだよ。あ、失敬失敬。やり直しますね。気をつけてーな。もうできた。はいはい、何回視聴者さんに詰めんねんお前は。進めんぞ。はい、では回答オープン。逆さまだよ。もうひっくり返せや。文字逆。器用なことしてんじゃねえ。逆に難しいだろうが。あ、失礼。書き直しますね。ほんと気をつけてーな。できた。はいはい、見えてる。回答が見えてるよゆかりちゃん。なんでフリップの後ろに回答書いとるんじゃボケ。回答いきます。もういいよ、見えてるから。はい、どん。感動の再開。表面の回答がおかしい。何を再開しとんねん。しょっぱい回答すんじゃねえ。海だけに。うるせえ。